F6UF6U はアメリカ海軍向けに製造された関西ジェット戦闘機。ボート社が製造した初のジェット戦闘機になる。愛称はパイレート。アメリカ製ジェット戦闘機として初めてアフターバーナーを搭載した機体であり、1946年10月2日に初飛行したが低性能であったために30機前後しか生産されなかった。ボート社は 第二次世界大戦中の1944年12月29日にアメリカ海軍により Z 戦闘機 XF6U-1 の試作の発注を受けた。直ちに開発が実行され、試作機は1946年10月2日に初飛行した。量産型 F6U-1 は1947年2月5日に30機発注されている。 F6U はハマキ型の胴体に直線翼の主翼を低翼配置にしており、インテークは主翼付け根にあるというオーソドックスな機体形状であった。武装は機種に機銃4門を搭載している。また、主翼端には造装を取り付けることもできた。試作機は3機が製造され、エンジンはウエスチングハウス J34B-22 が搭載していたが、量産機では、 アフターバーナー付けの J34B-30 に乾燥されている。ただし、このエンジンのアフターバーナーは、使用の前に30秒間の予熱が必要であったため、実用性は非常に低かった。その他、量産されるにあたっては、水平尾翼に垂直安定フィンが追加され、軽量化のために、アルミニウム合金とバルサ材による、メタライトという新素材が用いられている。 量産機は1949年3月5日に初飛行したが F9 回が高性能を示していたことやレシプロ機よりも大幅な性能向上をしていなかったことより実戦部隊には配備されず実験部隊の VX-3 と海軍飛行試験センターで用いられたのみである30機全機合わせての飛行時間も945時間に過ぎないなお1機が 機種にカメラを搭載し、偵察型 F6U-1P に改造されたが、採用には至らなかった。F6U3 メンズ。ありがとうございます。